時間は5分経ったらドラが鳴ります。延長はありませんので、チャレンジャーの皆さんよろしくお願いいたします。ということでですね、ライトニングトークっていうのを皆さん、馴染みがないかもしれませんけれども、5分間でプレゼンテーションするというですね、このイベントの目玉企画のようなものです。今回はですね、6名の方に、テンポよくですねお話をしていただこうと思うんですけども、準備の方はどうでしょうか。ちょっとモニターチェック中です。大丈夫、あれ今マカリとか OK、 あれいいんじゃん。ここに、じゃあ、はい。ノズさん、ノズさん、ドラって誰かいるの？アダプターがおかしい？いや、大丈夫、いけます。大丈夫ですか？でも、映ってないよ、大丈夫。じゃあ、これプレイしたら、こっち映る。大丈夫ですか？僕は大丈夫。僕は大丈夫です。あ、マイクがない。あ、これしちゃうわ。それではですね、最初の発表者になります、ゴーテンさん、よろしくお願いいたします。こんにちは、ゴーテンと言います。大阪から来ました。これ皆さん知ってる方は知ってる、ガルパン のタイトルをトレースしてきました。はい、自己紹介はググってください。はい、本当は今日はすぐできるワープコスプレっていうのをやる予定だったんですけど、ちょっと間に合わなかったんで今日やりません。はい、で一応僕で結構ワードプレスでいろいろサイト制作とかしたりしてるんですけど、実は最近 LT をやっててずっと思ったの、こうワードプレスはいいぞしか言ってない、技術的なことほとんど言ってないんじゃないかと。まあ、確かにね、こうワードプレスはいいです。日本でのね 78.5% の、ね、こうサイトシェアあったりとか、いろんなプラグインあったり、ドキュメンテーションあったりします。ただ技術は進化しているのに、ね、こういろいろ、ね、やっていくにつれてワードプレスいいぞしか言えなくなる。まあそう、ガルパンおじさんのように、ここ笑うとこですよ。ね、これがね、滑りなんですね。はい、でね、これまでのね、僕 のワードプレス映像ってどんなことかってちょっと振り返ってみます。時間ないんでちょっと流していきます。 LT こんだけありました。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 今日入れて11、これ LT だけです。はい、そのうち の分の11分の9がただワードプレスいいぞって言ってるだけのやつです。もっと笑っていいんやね。はい、ね、これはなこうどういうことかっていうと、なんか2パターンあって、初期はワードプレス盲信してるパターン、あ、じゃあで、もう一個うかつなことが言えないパターン、2つあります。ね、初期の頃は僕ワードプレスコミュニティ入った初期の頃は自分の見たもの全てがなんかこう独学だったんで、もうそれしかもう信じれないというか、それしか知らないですけど、やっぱねガルパンっていうところもね盲信してるパターンですよね。なので恐れを知らないんで、こう思い込んで、まあ、クソコード書いて、まあ、理解力もなくっていうので、こうやってこう喋ってこう炎上するっていうことが多かったです。でコミュニティに入って、まあ、状況にできたかなと思うんですけど、で知らない知識は手法なのでいろんなことを学べます。でただね、これマスカリ投げられるんです、ね、こう翡翠小タグがあるよとか、過去記事古いよとか、もう死にたいです。なのでマスカリ怖い、まあ、その結果ビビる、まあ、悪意じゃないね、これ悪意なきマスカリ、ね、でこう認知度がこう僕がなんかこう登壇していくにつれて認知度が出てきて、まあ、それでちょっと怖くなる、だから下手なこと言えない。で今ただワードプレスいいぞって言ってるだけ。まあ、ただね、これ僕が言わなきゃいいだけなんですけど、まあ、僕ね、自分をやっぱりもっと出したい、ね、まあ、認められたいのがあるんで、まあ、とりあえず、まあ、いいぞって言っときゃいいだろうというところで今言ってます。ただ、ね、僕今ワードベンチ大阪のモデレーターやってます。なので一応コミュニティに関してはいいぞと言っていきたい、ね、目的は3つ、楽しいつながりを作りたい、コミュニティは怖くないという認識を求められたい、俺が、ね、こう失業した時とか助けてほしい。失笑だな。はい、でワードプレスね、いいんですよ。なのでただいいぞって言ってるだけだと、
言うだけじゃん、口だけじゃんなるので、あの僕今度イベントします、ワードワイン、はい、勉強会に偽装してワインをたらふく試飲するだけの会です。はい、これどこでやるか、山梨でやります。ぶどうの聖地ですね。はい、あのこんなところです。あのこれね、試飲なんですけど1100円で試飲し放題です。はい、今回のワードフェストと一緒で、あの泊まり込みです。10月22日、23日、勝沼市、甲州市勝沼、ぶどうの丘、ね、実はセッションとか何も決まってなくて、まあ、ただただ首を長くして待っててください。ちなみに今運営5人いて、はい、こんなメンツでやってます。よく見るアイコンいますね。はい、なのでね、こうやってみんなワードワイン、今って多分何もないけど、そのうち情報出てくると思うので、みんなアクセスして、あの見てみてください。待ってて、っていうことで次回予告、これ本当にやります。あの多分東京で、あの LT 受かったらこれやります。多分ね、明日発表あると思うんで、あ、発表じゃないわ、選考あると思うんで、はい、それですぐできるワップコスプレ、基本的にはね、本当はドン・キホーテでできるワップコスプレっていうのをやろうと思ったんですけど、意外とドン・キに物を売ってなかったんで、あのすぐでできる感じのやりたいと思います。あ、すいません、注意事項ね、一つ言うの忘れてました。はい、あの僕今滑り系の称号をちょっともらってるので、終了ありがとうございました。消化不良でしたか。消化不良ですねこの最後の5分前を言いたかったですね5分前に出てきて、はい、ゴーテンさんありがとうございました。続きましてですね、ジャスティス岡本さん、よろしくお願いいたします。準備ができ次第開始となります。はい、OK です。大丈夫ですか。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、ジャスティス岡本です。ちょっとレベルが高いのは後で、ちょっと今回ギャグないんですけども、あの最新の UI フレームワークの、音声 UI2 を使って、かっこいいワードプレスと連携したアプリを作るっていうのを5分で紹介するっていう、結構レベルがちょっと難易度の高い話なので、急ぎます。まず音声 UI っていうのは、あの UI フレームワークでブートストラップのアプリ版みたいな感じだと思っていただければ、あのとりあえず大体合ってます。で、これを使えば、あのアプリ、スマホのアプリっぽい見た目が簡単に作れるんですけども、まあ、専用のタグがあって、これを書いてアプリの見た目を作れます。で、まあ、これをやって頑張ってアプリを作るのは大変なので、今日はあのそんなことはしないんですけども、とりあえずこいつはあの jQuery でもあのビューでも使えますので、もし興味あったら触っていただきたいんですが、じゃあワードプレスと、じゃあどうやってアプリ作るのかというところで、ワードプレスはデータをですね、API で抜くことができます。あのプラグインを入れておけば、あの REST API のプラグインを入れておけばデータ抜けますので、 JSON のデータが取れるわけです。こんな感じで読めないよと、まあ、読めないですけど、あのとりあえずあのアドレスをあの打てば、そこからデータがポンと返ってくるように、まあ、それ以上のことも本当はできるんですけども、取れますので、じゃあこの JSON のデータを使ってアプリを作ろうと。例えばあのこんな感じで、あの記事の一覧をとりあえず取ってきて、で押すとそのページに飛んで、まあ、そっちは普通に表示するみたいなものだったら、あの、まあ、5分で紹介できるということで、今日はこれを紹介しようと思っています。で順番としては、あのまず開発環境を用意して、まあ、できればモナカなんかを使っていただくと嬉しいんですが、そして、音声 UI とデータを外部から取ってくる必要があるので、まあ、一番手っ取り早い方法ということで、まあ、jQuery の、まあ、最新のバージョンの3もありますし、ちょっと jQuery を使って、で、それで取ってくると。で、例えばモナカを使った場合ですと、新規のプロジェクト作成で、音声 UI2 を使うよって選択すれば、それで音声 UI の準備ができるのでやって、で HTML 側にちょっとあの一覧用のタグなんかを書いていただいて、あのこのスライドをあのスライドシェアで公開して、 Twitter でハッシュタグつけて公開しますので、コピーしていただければ動きます。で、あの JavaScript を少し書いていただく必要があるので、スクリプトタグを2行ほどあの用意して、 jQuery を読み込んで、JavaScript のソースコードを読み込むよと。 jQuery3 入手しておいてください。でアップロードしていただいて
で、JavaScript のプログラム何やるかというと そんな難しいことではなくて、さっきの URL をアクセスして Ajax でデータ取ってきて、そのデータに応じて繰り返し処理をして、それをあの一覧として書き出すというだけなんですけれども、まあ、それをするとできます。で、ちょっとあのスマホの画面をここでお見せしてもちょっと見えないと思うので、スマホの画面をインスペクターでインスペクトしたものが、インスペクトすると、いやこれ私のスマホの画面があのちょうどインスペクト USB デバッグで出てるんですけど、これで押すと、押すと押した画面はこっちに出ないですね。こっちに出ますね。こっちに出ますね。移動できてたりするということがあの確認できます。まあ、あのこんな感じのものがですね、あのスライドシェアにスライド上げてますので、後であのやっていただくと多分30分もあればあのできると思いますので、ぜひあの作ってもらえればなと思います。注意点としては、あのプラグインを入れないとデータ抜けないので、プラグインを入れてください。アドレス叩いてるのにデータ出てこないよっていうのは、それプラグインが入ってないからだと思いますので、 そこだけ注意してください、という感じですね。一応あと、じゃあちょっとまだ ならないので、音声 UI あのバージョン2まだ RC 版ですが、一応あの日本で作ってるんで、あのそのうち日本語の情報も出てきますので、ぜひあのちょっと見ていただければなと思います。そろそろ RC が取れて正式バージョンになると思います。 iOS と Android の両方に対応してますので、ぜひちょっと触ってみていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。アダプターがなくなった。はい、ジャスティスと岡本さんありがとうございました。続きましてですね、池田由里子さんにお話ししていただきたいと思います。準備ができ次第始まりとなりますので、よろしくお願いします。あと前の方時期が空いておりますので、立ち見で見られてる方はよかったら前の方詰めてください。一番前とかね、空いてるんでね、最前列さん大丈夫、はい、ですよ、はい、出します。池田由里子さんお願いいたします。はい、はい、では武器屋の開き方というのを始めさせていただきますと、自己紹介も、あ、はい、おなじみの方も多いと思いますが、一応自己紹介しておきます。一応ワードプレスのプラグイン携帯スタイル携帯業を作ってますが、最近ちょっとサボってまして、何とかしようと思ってます。写真とか旅行が好きで、ここ先週もちょっと旅行してました。公式サイトユリコネットはちょっとサボってるんで、ユリコネットとトラベルの方はちょっといろいろ更新してますと、ツイッターはユリファン JP でいろいろつぶやいてますと。でこの1週間ちょっと四国のハゲという駅から北海道のマシケという駅まで旅行に行ってきましてこういう感じの旅行してましたと。でマシケは実は夕日が綺麗なので、こういう綺麗な夕日を堪能してきましたと。おっと、もう30秒使っちゃいましたね。40秒じゃあ、で GPL なんですけども、皆さんまあ一応 GPL についてちょっと復習ということで、ワードプレスが採用しているライセンスなんですけども、この GPL 皆さん無料で何でも使えると思ってますよね。まあ、自由を重視していると。どういう自由かといいますと、使用する自由、再配布する自由、改変する自由ということですね。でこうワードキャンプとかワードプレスで喋るときは、自分が作っているテーマプラグインも GPL をちゃんとやってないとダメということになってますね。こういうところが大事です。でそもそも GPL って何かっていうと、こういう誰がどのような目的でも使えるようなライセンスとして、制定されたものですと。フリーソフトウェアとかオープンソフトの理念になってますと。なのでアダルトサイトとか暴力団のサイトを作るのは OK だということですね。逆にアダルトサイトで使っちゃダメっていうふうに言っちゃうと自由ではなくなるということですね。なのでこういうテーマとかプラグイン作る人もここはご気をつけ願いたいと思いますということで、今回はじゃあ武器屋を開いてみましょうということですね。GPL は何やってもいいかなんて。で武器なんですけども、武器ってちょっと皆さん誤解があるかもしれませんけども、人を痛めつける道具ではないんですね。どういうことかと言いますと、腕力とか体力のある人に貸すためのもの、独裁政治をやっつけるとか侵攻を防ぐとかいうものに使うわけです。すなわち民主主義の実現に必要なものなんですね。ここは大事なことですね。で武器の種類なんですけども、まあ、刀剣と銃砲、大きくは2つありますと。まあ、刀剣、短い方ではナイフ、刀剣、合口。合口って、まあ、ヤクザが持つドスのようなもんですね。で長い剣、長剣とか槍とかレイピアとかありますよね。で銃砲の方ですけども、まあ、拳銃、ハンドガンですね。
で短機関銃サブマシンガンとも言いますよね。で猟銃ライフル狙撃銃ゴルゴサガティンが使うやつです。であの大砲とかね。でこういう武器がいろいろあるんですけど、じゃあ実際に撃ってみようってなると難しいわけですね。各国で銃砲とか刀剣類に規制がありますと。例えば所持持つだけでも規制があったりする。あと販売するさらに規制があって、これは難しいわけですね。ということでオンラインで売るのは非常に難しいということがわかると思います。で日本の場合ですけども、まあ、銃刀、刀剣類所持刀取締法、略して銃刀法と言われるケースもありますと。まあ、銃法の方ですけども、金属弾が発射するものとか空気銃でもエネルギーが大きいものっていうのが引っかかってきますと。これはいわゆる 7.6 ミリ弾のフルメタルジャケットの銃砲の絵ですね。あと刀剣ですけども、ちょっとね、なんか見たことある刀剣が出てきましたけども、まあ、刀とか槍とか長い刀、刃渡りが15センチ。刃渡りってどこかって言いますと、このピッと親印の刃の先から刃の下の部分の刃がない部分までは直線距離なんですね。なんか曲がってる刀などこの直線距離ということですね。あと剣、短剣はちょっといろいろ事件があったので15センチから規制が短くなりまして 5.5 センチ以上は引っかかってきました。相口、ヤクザが持つドスはもう長さ関係なく規制がかかると。あと自動飛び出しナイフは45度以上ピケリ開くのはダメと引っかかってくることですね。で規制内容ですけども、まず持つのが所持が禁止と。あと鉄砲に関してはまだ厳しくって、部品とか実砲、まあ、も所持は禁止。あと輸入も禁止とか譲渡貸し出しも禁止と。だからあのブラタボケタモさんがちょっと避難所を持ってヤバかったとか、これを、ね、貸し出しとかにかかってくるわけですね。であと規制ために、まあ持つためには許可が必要と。実際にね、誰も持っちゃいけないわけじゃなくて、ちゃんと持ってみるようになるわけですね。おっと時間がないですね。ということで、まあ売るにはガチ武器と装飾品ってなるとちょっと厳しいなってことで、まあ、装飾品に逃げちゃいましょうということですね。でコスプレ武器を売っちゃいましょうと。だねか、名古屋はコスプレ聖地だということですよね。でコスプレ武器の場合は通販が可能だと。見た目重視とか死者ため息不要、堂々と売れるということですね。で、規制回避ですけども、金属銃弾とか火薬発射不可なので、まあ、空気とかガスでプラスチック弾を出すということで、弾丸出さないとかいうのがありますよね。で模造銃にも規制があって、金属で本物にするとダメとか、簡単に本物改造できるとダメっていうこと。どうと時間がない、やばい。プラスチック銃とかはダメとか、模造銃も規制があるとか、刀剣の規制回避とか、まあ、歯は落とすとか、アイクチャンスが出るとかいろいろあって、まあちょっと通販サイト作るにはもう時間がないんでちょっと端折りますけども、まあいろいろあって、はい、ありがとうございます。ダメだ、ちょっと時間切れだ、やばい、惜しかった。ちょっとね、やばいな、今日はちょっと時間切れ、ごめんなさい。今回レベル高いですね。うん、ちょっとね、まあ、前段階で、はい、池田由美子さん、ありがとうございました。それでは次ですね、ポンチさん、よろしくお願いいたします。準備ができ次第開始とさせていただきます。いや、前段階で1分30秒使ったから、はい、それではポンチさん、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ1分でいいかな。はい、ではよろしくお願いします。炎上しても消化できるワードプレス制作という形でやらせていただきます。よろしくお願いします。このスライドの内容は別に効果のチームの相性によって異なりまして、必ず消化できるものではありませんのでご注意ください。はい、私、今日大阪から来ました。出身は名古屋です。ただいま、はい、ありがとう。名前は、コンチ、ボッチとかで、大阪では呼ばれています。主にディレクター、ウェブデザイナー、コーダーとかやったりしてる、会社員です。ワードプレスよりコンクリートファイブの方が好きです。ワードプレスはちょっといろいろあって疲れました。ツイッターはアットアンダーバーマキアンダーバーサキでやっていますので、よかったら皆さんフォローしてください。はい、ではまず、なぜ炎上するのかっていうところで、まあ、可燃性の高いところですね。ワードプレス、どういったところがあるか見てみましょうっていうところで、外的要因、世間のワードプレスへの期待値の高さっていうのがまず一般的にあるかなと思っています。皆さんよくこれ聞いた、あの発するクライアントさんで炎上したことありませんか？私はよくあります。ワードプレスだから安くできるんでしょ？できません。ワードプレスだから SEO に強いんでしょ？そんなことはありません。ワードプレスだから何でもできるんでしょ？何でもはできませんっていう形ですね。皆さん結構身に覚えありませんか？では逆に、僕ら側、制作側ですねのところでもワードプレスに甘えてるところとかすごくあると思ってます。これもエイジの原因かなと思ってまして、本当にそ
そのコンテンツ、ワードプレスを作るのが最適なのか、過去にワードプレスで作ったことがあるからまだできるだろうっていうところを勝手に甘えていないかっていうところと、そもそも自分たちが CMS で作るときにワードプレス以外の選択肢を持っているかっていうところも、まあ、炎上する要因に一つになるんじゃないかなと思っています。ここ大事なところ、まあ、自分たちがそもそもワードプレスのことを知って、一般のクライアントさんですね、CMS とかワードプレス分からない方にちゃんと相手に伝える努力をするっていうところが炎上しないところがまず一つのところじゃないのかなと思っています。これ声を大にしていたいんですけど、ワードプレスはブログのための CMS だと私は思ってるんですよ。なんでコーポレスサイト本当に多いんですか、やめてください。で、まず、万能の紹介、これさえあればどんなことでも火消せます。皆さんこれだけ持っておきましょう。はい、予算です。予算がないと火は消せない、これ本当です。すごく大事です。予算がないとどうなるか、ごーっ思いますね。で、まあ、予算があった場合で、消化できる、チーム政策っていうのも非常に大事かなと思っています。はい、どんなものかっていう と、まず、政策の情報を共有できるシートを作ろうっていうのがあると思います。ディレクターが何か作りました、そこから Go でずっと作っていきます。デザイナーが作ります、こうコーダーの方に流れていきます。でもシートが更新されない、情報が間違ってる、こんなものはダメですね。どんなものが共有されるべきかというと、カスタム投稿タイプやカスタムフィールド、テンプレートの構成あたりをちゃんとデザイナーであったりコーダーであったり CMS を実装する人たちが自分たちで書いていって、後でみんなが見えるように残しておくのは非常に大事ですね。あと URL、 大体カスタム投稿タイプと紐づいて作ることが多かったりするので、後で URL が変わったりすると、実際に修正しようと思った時に、あれこれなんだっけっていうところで、変数とかが間違ってたりしてミスの元になるので、ここも決めておくといいですね。あとこれとても大事、全部どれだけのページがあるのかっていうのを正確に把握しておく。途中で漏れのあるページとかあると思うんですけど、それをちゃんと報告できて確認できる場所っていうのもあるのがすごく大事ですね。このシートを作っておくと、燃えた時に炎上した時に案件の引き継ぎがすごくしやすいので、超おすすめです。もう一個、CMS 作る時に、多分更新する人って、クライアントさん側のケースも多いと思うんですけども、まずその人に投稿してもらいましょう。そうすると、投稿してもらうと、まあ、そもそもの問題点が結構早期に発見されて、その修正の時間が取れるとか、出戻りが非常に少ないっていうところと、まあ、ディレクターは私やるんですけど、その時素材の確認とかの作業が非常に減るので、あんた勝手にやっといてよねっていうので結構済んだりするっていうところと、あと公開した後のこれなんか違うとか、これやっぱりこうしてっていう問い合わせが減ったりするので、とても気持ちがよく、制作企画を終わることができたりするっていうところです。でここ大事で、最初に投稿の費用っていうのを最初に見積もりの中に入れておくと、これやってくれたら割引きますよっていうと、心よく引き受けてくれるクライアントさんとかいるので、そんな形でやっていくのもいいんじゃないのかなと私は思います。はい、でもう一個、制作の時に、まあ、ワイヤーフレーム作ります、デザイン作ります、コーディングします、はい CMS 実装ってやると、大体燃えた時に出戻りが非常に多くなったりするので、そんなやり方をせずに、まあ、CMS の機能だけであれば、もう機能の段階で管理画面ザーッと作ってしまって、で入ってもテーマの方でこんな風に表示されますっていう、もうレイアウトとか全く気にせずにポンって出すようにしておいて、こんな感じで入力してこう表示されますっていうのを出しておく。でレイアウトに関してはもう誰かがレイアウトを CSS フレームワークですね、ブートストラップとかファンデーションとか、ああいったので作っておけば、もう誰でも触れるので、適当にレイアウトの方を作っておけば、なんとなく見た目がどんどん分かってきて、クライアントさんもその間に、制作の方を進めることができたりして、でウェブデザイナーはデザインに集中してお客さんにちゃんと引き出すものは引き出していったりで、ちゃんと、時間の方を確保しながら、制作ができるんじゃないかなと思っているところ、ここと全部が一致ではありません。マジで何が早くちゃいけありがとうございました。でもみんな無理すぎやな。はい、コーチさんどうもありがとうございました。引き続きですね、藤原慎一郎さんに、お願いしたいと思います。準備ができ次第始まりと思いますので、よろしくお願いします。ピッチ収めてくるなと思ったの。大丈夫そうですか。時間配分今年は結構ハードル高いですかね。闇は盛りすぎや。はい、大丈夫ですか。はい、はい、それでは藤原慎一郎さん、よろしくお願いいたします。はい、寝てても儲かるシステムをワードプレスで作ろうとした話です。はい、初めてワードフェスに参加するんで自己紹介させてください。藤原慎一郎と言います。
ツイッターのアカウントは豆ハッカーという名前でやっております。普段は女性向け恋愛ドラマアプリの、アプリのエンジニアとして、開発作業に携わっております。エンジニア歴15年ぐらいで、ワードプレス自体は5年ぐらい触っているかなという感じです。で、今年のテーマが森ということで、森出身です。この写真がキーノートのテンプレなんですけど、ここに載せるかっこいい写真が欲しいので撮ってください。ことの発端です。妻がブログを始めました。アフィリエイトで毎月チャリンチャリンとお小遣い稼ぎをして、自分もお小遣いをもっと欲しいと思いました。でも自分でブログを稼ぐのはとても面倒です。妻もあのブログのネタ探しに奔走しております。寝てても儲かるシステムが欲しいです。こんなのはどうでしょう。全自動まとめサイト的な、ネットに転がっている RSS フィードを集めて特定部分を抜いてそれをまとめてワードプレスで自動投稿、妻のブログ同様アフィリエイトでチャリンチャリンということを考えたわけです。RSS フィードをゴニムにしてワードプレスへ、これを全自動で行います。こんなものを使いました。RSS の収集に、タイニーダイニー RSS というあのフィードリーダーですね、オープンソースのソフトウェアで、開発が盛んに行われております。 API が、用意されているので、記事を抜いたりというのが簡単にできます。で、スクレーピングにグーテというのを使いました。PHP で使えるスクレーピングライブラリとしては有名なものですよね。それから VCCW、これ使ってる人多いんじゃないかと思いますが、ワードプレスのローカル環境を手軽に作れるというやつですね。それ以外に便利なツールがてんこ盛りで、後で紹介しますが、その次に、WPCLI、ワードプレスの投稿などを黒い画面からできるものです。で、タイニータイニー RSS の API で拾ってきた記事の URL を取ってきて、グーテで抜いて、VCCW の、ローカルのワードプレスへ、WPCLI で投稿で、それからさっきワード、VCCW に便利なツールがてんこ盛りって言ったんですけど、ワードムーブっていうツールも入ってて、プロダクション本番環境へ同期ということもできます。で、いきなりまとめです。寝てても儲かるなんて話があるわけありません。簡単なワードプレスのワードプレスの運用自動化には、まあ、十分ツールは整っているんじゃないかなということが分かりました。長く続けるために必要なもの、それは愛です。自分のプロダクトに対する愛、サイトに来てくれるユーザー様への愛、お金に対する愛、愛こそあれば、愛があれば何でもできる。愛しています、ワードプレス。はい、全員でせーの、以上です。ありがとうございました。まだ3分ほどですけど、何か質問等ありますか？大丈夫ですか？じゃあ、いいですか？はい、どうぞ。妻への愛はどのくらいあるんでしょうか？これはい、ありがとうございました。はい、それではですね、次が最後になりますかね。そうですね、最後はですね、リライトエンドポイント普及委員会大曲り&小川さんに、お願いしたいと思います。準備ができ次第の始まりになります。どう、はい、大丈夫そうでしょうか。最後ですよ、最後。はい、それではお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後なんで、こう5分無視でゆっくりしゃべって。ワードフェスニュース2016のお時間になりました。今日の、お題ですけども、ワードフェス会話で注目のリライトエンドポイントに迫ってまいりたいと思います。リライトエンドポイント、それは何かと。記事のパーマリンクに対してですね、ギャラリーとかいった一定の文字列を追加するような機能なんです。で、例えばワードプレスのリライトエンドポイント、デフォルトでも設定されています。例えばページ、カテゴリーアーカイブのページ、それからフィードなんかっていうのもリライトエンドポイントということができます。で、これの、リライトエンドポイントなんですけど、これを活用する方法としてですね、皆さん
こういったサイトをご存知でしょうか。メニューはこういうふうになってるんですけど、構造としてはですね、まあ、検索をする、そうするとそのショップのトップに来る。でその配下にですね、写真やレビューやマップといったページができる。これをワードプレスでどう実現するのか。でこれに使えるのが、リライトエンドポイントなんです。これらのページに対して通常の親ページを、個別投稿で、写真レビューマップといったものを、リライトエンドポイントとして追加する。例えばですね、写真でしたらフォト、レビューでしたら、レビュー、マップでしたらマップというものを、まだ大丈夫だね、はい、追加して、こういうページを使うことができます。では、リライトエンドポイントをどうやったら使えるのか。アドリライトエンドポイントというあのワードプレスの関数があります。使い方はこうです。アドリライトエンドポイント、エンドポイントを追加するスラック名ですね、最初と再起申したのが、例えばフォトであると。で、EP パーマリンクっていうのは個別投稿の、場所になります。指定することになります。あと、クエリー変数というものを指定することができますけど、基本的にはいりません。で、ただ、まあ、リライトルールの再生成をする必要があります。で、ただ、これ結構難しいと思うので、当然ながらプラグインがあります。管理画面からリライトエンドポイントを管理できる。プラグインが颯爽と登場。リライトエンドポイントマスター。プラグインを作ったのは何を隠そう、私と伺います。ではここでですね、リライトエンドポイントマスターの、ね、管理画面に、小川アナウンサーが言っているということなんでですね、これからですね、小川さんをちょっと呼び出してみたいと思います。現地の小川さん、現地の小川さん、はい、ちょっと、あ、はい、あ、すいません、はい、どうぞどうぞ、はい、どうぞ、はい、あ、すいません、はい、私ですね、本日はリライトエンドポイントマスターの管理画面に来ております。で本日は、この口コミのページですね、これを追加していきたいと思います。はい、一番最初の左上のエンドポイントネームのところにレビューというスラックを入れます。で次に下のところの適用するパターンにあのチェックを入れて、今回カスタムのところに81192という数字を入れております。で最後に右上の更新、まあ、公開更新ボタンで有効化をしますと。では最後に、流れをもう一回改めて確認しますと、1、スラックを入れて、2、適用するパターンにチェック、3、公開更新ボタンで有効化、でこちらを有効化して登録をしますと、ページ、はい、レビューという文字列がですね、はい、レビューという文字列を追加するとあの食べログの口コミのページが表示されます。食べ、うん、グーですね。でこのプラグインでできること、管理画面からエンドポイントを簡単に追加することができます。リライトルールも自動更新、カノニカル対策も行ってます。できてないこと、ザタイトル、 WP タイトルの自動化で、あ、自動適用で、サイトマップ、パンクズナビの対応で、XML サイトマップとかの対応ができておりません。こちらは今後頑張ります。はい、以上小川がお伝えいたしました。え、小川さんありがとうございます。あ、ここでですね、緊急速報が入っております。なんとスタッフにも、一切断ってません。今夜の宿泊ですね、あのリライトエンドポイントマスターの、ハンズオンをやろうかと思っています。このようなページをですね、実際にですね、参加された皆さんにですね、やっていただきたいなと思うんですけど、どうやるかというと、適当に集まる、どっか空いてる場所でやる、気が向いたらやる、とりあえずみんな、あの、鉄道関係を持ってきてくださいね、ということでした。はい、以上、ワードフェスニュース2016をお送りいたしました。この番組は超高速ワードプレス化粧品、草薙で世界を救うプライムスラッチ辞の提供でお送りいたしました。はい、以上、大曲と小川でお送りさせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんか茶番劇が始まるのかと思ったら、すごいいい具合にまとめていただきまして、ほぼ5分ぴったりということでですね、ありがとうございました。それではですね、以上をもちまして、ライトニング大会を終了させていただきたいと思います。引き続きですね、この会場で、閉会式の方をさ始めさせていただきたいと思いますので、まあ、皆様、このままお付き合いくださいませ。なんで？
最新版練習台7年前って大体この枚数だとこの尺って分かってて、はい、それではですね引き続き閉会式の方に移らさせていただきたいと思います。皆さん長丁場どうもお疲れ様でした。それではですね、締めの言葉ということでですね本日の実行委員長伊達智子から、ご挨拶をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんお疲れ様でした。最後まで残っていただいてありがとうございます。今日はあの私もさっきお話しさせてもらったんですけども、あの印象としてはなんか去年とちょっとなんていうんですかね、人の種類って言ったらおかしいんですけど、あの人種というか何て言うんだろう人種おかしいですね、あの業種ですか、あのデザイナーさんがあの結構いらっしゃるみたいで、私としてはあの、まあ、今回そういうところも意識してあの、まあ、テーマを作ったので非常に嬉しいです。であのさっきも声かけてもらってすごいあのいいこと聞けたっていう方もいらっしゃって、あのよかったなと思います。はい、まあ、来年もねやれたら、来年もまあやれたら、あのやれたらというかやるつもりなので、あのまたあのこういった勉強会もですね、毎月、まあ、行っています。こんな大きくないんですけど、なので興味を持った方はですねよかったらあのワードベンチ名古屋で調べてもらって、またちょっと顔を、出していただけると、あのせっかくの出会いなので嬉しいです。はい、じゃあ簡単ですけども、あの今日は本当にありがとうございました。これで一回あの閉会ということでさせていただきます。はい、ありがとうございました。ちょっと業務連絡なんですけど、そこの5217じゃないか、こっちか、こっちって何でしたっけ、こっちは5216のとこに、あ、よかったです良かったです、はい、大丈夫です、はい、はい、ありがとうございました。それではですね、以上をもちまして、ワードフェス名古屋2016のセッションの方がですねいろいろさせていただきたいと思います。本日は皆様長い時間どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。セッションはということで、今お話をさせていただきましたので、中にはですねこのあと17時半より名古屋ビール園紅葉園の方でですね、懇親会にご参加される方もおられるかと思いますので、直接会場にお越しいただいても結構ですけれども、このあとですねスタッフが懇親会会場まで誘導いたします。スタッフと一緒にですね懇親会会場に移動される方はですね閉会式終了後このままこの教室に残っていただきまして、スタッフの指示に従ってください。懇親会終了の人はピンク色、ピンク色のリストバンドの人が、懇親会に参加されると、あと宿泊の人もだよね、宿泊黄色、はい、はい、あとですね、当初はですねセッションで、このまま帰ろうと思っててもですね、ちょっと懇親会行きたくなっちゃったよという人もしおられるようでしたらですね6名、枠が余っております。もしですね、行きたいという方見えましたらですねどちらまで行ってもらいましょうかね。廊下出てください。表に出て、表に出て。参加者数言ってて。あ、なるほど。参加したい人、手を挙げてもらっていいですか。1名。1名。いいですか。まだ大丈夫ですよ。まだ行けますよ。大丈夫ですか。恥ずかしかったらあのこそっとじゃあ申請してください。じゃあ懇親会の OK は、生産レックスの先ちょっと、はい、あとですねリストバンドについてはですねこれはいらんのか、あ、そうか、懇親会合宿のチケットも兼ねておりますので懇親会合宿、まあ、宿泊ですよねに参加される方は必ずリストバンドをつけたままで、参加してください。あとですね、忘れ物等もし帰ってから気づかれたなどありましたらですね、イベント終了後の連絡についてはですね info@wordfest.org までですね、お問い合わせくださいませ。あとですね、開会式でもアナウンスさせていただいたんですけれども、アンケート、お手持ちの白い袋の中にですねアンケートが入っておりますのでそちら記入いただきまして、受付の方ですね、受付で提出していただくか、あとウェブでも、回答を受け付けておりますので、サイトの方を確認してみてください。
本日はですね、参加者数が189名ということでですね、なかなか集まっていただけたんじゃないのかなという感じです。参加年齢がですね、1歳から68歳とですね、対象年齢はよくわからないようなイベントになっちゃってますけれども、そんな感じでですね、イベントの方を締めさせていただきたいと思いますが、最後に一つだけですね、毎年これはですね、アナウンスさせていただいているんですけれども、イベントの終了はですね、閉会式終わったことが終了じゃなくてですね、皆さんが家に帰ってですね、今日のことをブログに書いて、発信していただきまして、来年新しい人を引っ張ってくれるところまでが、イベントになりますので、家に帰ったらですね、ブログやっておられる方はぜひブログに今日のことを書いてですね、我々にもですね、その感想を聞かせてください。それでは以上になります。あと、リストバンドで、セッションだけの人のリストバンド、これなかなか切れないんで、受付で挟めて切りますので、切ってほしい人は手出してください。あとこのぶら下げてるやつは、つながる前カードをすみません抜いてもらって回収しますので、経費節約のために色別にかけるようになってますので、色別にこう分けてかけるようにお願いします。これ懇親会に行かれる方も、宿泊に行かれる方も、一旦外して回収しますので、よろしくお願いします。じゃあ最後の締めは、もうまだ閉まってない、もう解散だ解散だ。はい、じゃあこれで終わりになります。懇親会の、行かれる方はまたここに残ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。